アフリカロケレ族の人たちは丸太に割れ目を入れて作った太鼓の音で話をします。それではパーカッションプレイヤーの石川明さんにお話を伺ってみましょう。高い音、低い音、彼らは話し言葉の工程をたった2つの音に置き換えて、にゃんごはお母さん、さんごならお父さん、ソンゲリタンゲラマンガー、へへ、これは月が地面を照らすよ、ここをロンゴラボキヨキヨ、こうなると鳥がキヨキヨと鳴くよなんてふうに。僕たちの耳には、単調にさえ聞こえる太鼓のリズム、ロケレ族の人たちはその一つ一つの音を大切に大切に聞き取っていくんですね。今私たちの周りには音楽があふれている。だが一つ一つの音に込められた思いまで受け止めているだろうか。デジタル部とアナログ部の電源をセパレート構成、ローディ CD プレイヤー DAD00599,800円。音の一粒一粒までが見えてくるようだ。こんにちは、井上隆之です。秋も深まりますと人みんなこうロマンチックな気分になり物を思う季節なんですが、今日の東京は小春日和のように暖かいですね。しかしながらこのスタジオから見える空はどんよりと曇って、今にもこう泣き出しそうな感じです。しかし今日は立冬、暦の上では今日から冬の入りです。さて今日のライブコンサートは早見優さんをスタジオに迎えてお送りしましょう。ステージに、映画に、DJ にと大活躍のゆうちゃんのスペシャルスタジオセッション、アーティスト早見優の素顔をたっぷりとお楽しみください。この番組は技術の日立の提供でお送りします。
こんにちは、早見優です。今日のローディライブコンサートはね、私のスタジオライブということで、まずはスタンドアップを、聞いていただきたんですけれども、いやしかしスタジオライブっていうのはね、初めてでね、なんか歌いながらも、なんていうのかな、今の状況を説明するとヘッドホンをしながら歌ってるから、なんかレコーディング風景なんだけど、でもみんなね、あのスタジオに入っててわーって盛り上がってるのでね、なんか踊っていいのか、歌に集中すればいいのかわからないんですけれど、でも初めてということで、なんかすごい楽しみにしてます。今日はですね、私のアルバム11月の29日発売、私のアルバム「Shadows of the Night」ね、から何曲かお送りするわけなんですけれど、とにかくですね、今日は本当にもう素敵なゲストにも、来ていただけることで、いただけるということで、今日今もね、もうね、一人の中に入っているんですけれども、スタジオの中にいるんですけれども、声聞こえます？ Yeah, we're ready to get down. Ready to get live. すごい声びっくりした。とにかく、盛り上がっていきたいと思うのでね、最後までダイヤルを触らず聞いていていただきたいと思うんですけれど、それじゃあ、早速ですね、続きまして、次の曲、次はですね、横山喜一さんに書いていただいた曲なんですけれど、とても素敵な曲なのでね、それとあと斉藤誠さんのちょっと今までに、ね、歌ったことのない感じの歌なので、リズムの取り方とかね、最初に迷ったんですけれどね、とにかくハッピーになる曲なので、2曲続けて聴いてください。恋のアクシデント、そして Mr. J。Ooh.
恋のアクシデント、そしてミスター J を聞いていただきました。ですね、今回はシャドウズ・オブ・ザ・ナイトはね、なんていうのかな、ファンの方を徹底的に裏切ろうというテーマで、いろいろね、今までなんていうのかな、やってきた歌とね違う歌にチャレンジしようということで、今回はフェイクという歌にねチャレンジしました。その中でね初めてラップっぽいのやってるのね。でそのラップの先生を今日はスタジオにお招きしましたので紹介したいと思います。 Hi Jimmy, how you doing? What's happening? Hi, hi, you ready to get down with me? Sure, I'd like to say I appreciate you having me on your LP, and it was great fun making itAnd I hope the people enjoy. はい、みんなもわかりましたね。通訳しません。そうですね。真ん中の方でね、感想でね、地味ラップがあってね。So, I couldn't do it at first at all. I mean, I still can't, but... Oh, she's very good. don't pay any attention to that. She's a natural. Fake. What's so good about fake? You want to tell us what's really good about fake? It's my song, but you can... Well, it's more or less...up to date on things, on people, you know, way people feel today, the young people feel today. It's kind of expresses the feelings, you know, the young ladies out there with the guys and the guys with the girls, you know. So it's an update song. I think it'll be good. そうですね。まさにそうですね。皆さんわかりましたね。わかんなかった場合、すごくね、テンポもビートもにも乗りやすいし、で詩のね感じもなんか現代の男女関係を表してるっていう感じでね、すごく面白いんではないかと思うので。So make sure you tell them, don't just stand next to that radio, start dancing. そう、ラジオでただただ聞いているあなた、これから踊りなさいというジミーさんからのメッセージです。それじゃあ、you wanna start? Yeah, let's get off. Fake!自然のビートに見え
を聞いていただきました。Right. みんな踊った？Did you guys dance? I'm quite sure they did. Thank you, Jimmy. You're welcome. どうも、どうもありがとう。どうもありがとうございました。アルバムより派手になんかなったような気がするんだけれど。Oh yeah, oh yeah. ね、それではですね、ジミーさんにもずっとスタジオにいてもらって盛り上げてもらう。We got to keep it live, keep it live. You know. そうそう、みんなに盛り上げてもらわなければいけないのでね。Oh, yes. Get on up. Get on up. That's it. わい耳がそれじゃあですねここでねまたどんどん続いていきたいんですけどそれではここでね今回のアルバムの中でエコーズの辻さんに、素敵な曲を書いていただきまして、今日はその曲をやりたいと思うんですけれどもねその時にこの風になれの派手派手なギター担当の是永浩一さんに来ていただきましたこんにちはどうもこんにちは私ね、このね、なんだっけ、風になれのね、アルバムのレコーディングの時にね、すごく感じたのは、今までね、優がこうレコーディングっていうのこういうもんだと思ってたのが全く変わっちゃったのね。で、是永さんもすごく明るかったし、辻さんも明るかったし、もうすごい明るかったんですよね、是永さん、うん、楽しくね、やれればね、ね、いいもんね、いいもんね、もうこのノリでずっとねそれじゃじゃあ早速ギター大丈夫ですか？え、もうバッチリ。Let me hear your crazy guitar! All right, man. それじゃあいきます。風になれ。
聞いていただきました。なんか違いますね。演奏してるときは真剣ですね。一応僕もね、やっぱりなんていうかやっぱりね、はい、このノリ見てもらいたいな、みんなに。なんていうのかな、今前髪がすごく伸びてて、なんか本当になんかギター青年って感じがしてね、とても素敵にプレイしてもらって、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。またお願いします。イエイイエイ。一応ね、それじゃあここでいきなりなんか盛り上がったところでですね、次はバラードいきたいと思います。あ、バラードとあとね、鈴木さんにラッツ&スターの鈴木さんに書いてもらった曲と、そして、サイズに書いていただいた曲をね、3曲続けて聴いていただきたいと思います。ロマンスに首だけ、 Don't you know、手探りのデイブレイク。
気づけばいつも一人
シャドウズ・オブ・ザ・ナイトよりロマンスに首いったけ Don't you know そして手探りのデイブレイクを聴いていただきました。もうね本当になんか始まる前は緊張して大丈夫かな大丈夫かななんて思ってたんですけど、あっという間にねもう時間経ってしまって、もうね最後の曲になっちゃったんですけれども、最後はですね早いね We want more, more, more. 最後はですね、私のまあ、新曲っていうか、まあ、今歌ってる曲を歌いたいんですけれど、これはラブステーションといってね、今回はなんかなんていうのかな、すごく、まあ、ポップでとても爽やかな感じの曲なんだけど、聴いているよりみんなも一緒に歌ってもらった方がねすごくなんか楽しめるんじゃないかななんて思うので、ぜひあのみんなも早く覚えて歌ってもらいたいななんて思います。これからはですね、そうですね、今はまあ今回はね特にそうなんだけど、ポップスっぽいんだけど、もっとねどん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 こうヨーロビートっぽいのものをねあの歌っていきたいななんて思うので、今度はもっともっと踊れる曲を歌いたいと思うので、その時もねみんなまた一緒に踊ってくださいね。今日は本当にあのどうもありがとうございました。ジミー Thank you. You're welcome, you're welcome. It was great fun, great fun. それじゃあ最後は、新曲です。 Love Station。Thank you.
ということで、今日のローディライブコンサートは早見優さんのスタジオライブをお聴きいただきました。10アーティスト10シングルスということで、10組のアーティストがそれぞれ早見優のシングル曲を作ろうというコンセプトで作られた様子がよく出ていたんじゃないかと思いますが、何よりも彼女のレコーディングに対する概念が変わったという早見優さん、この話が僕とっても面白くって、これからますます意欲的になるんだろうなと思っております。さて、来週の出演はこの方です。ヤッホー、アン・ルイスです。来週は私がゲストです。アンと、バンドのピンクスとの演奏を楽しみにして聴いてください。ヤッホーということで、アン・ルイスを迎えてのライブコンサートです。この後の番組の予定は、11月22日井上陽水さん、11月29日少年隊、これは FM 東京ホールからの公開生放送。この公開生放送に参加ご希望の方は、郵便番号 102-91 東京都千代田区麹町郵便局支所箱49号、 FM 東京ローディライブコンサート少年隊の係まで、住所、氏名、年齢、職業を書いてハギでお申し込みください。11月19日の消印のあるものまで有効です。抽選で250名の方をご招待します。それでは今週はこの辺で、お相手は井上孝之でした。ローディライブコンサート、この番組は技術の日立の提供でお送りしました。